昨日、韓国から帰ってきましたね。あ、待っていたんですよ。40回超えたな、これ。これ見ました。あげそうね、魅力的な。いや、この時期はですね、いや、普通の意味じゃなくて、暑いから、露出が、それから目のやり場に困る感じ。いや、すごいですよ。地下鉄とかもやったら、もう最高です。全然なかったキャンプのシーズンになりましたけど、キャンプいただけますか？誰も行ってないですね。今最高ですよ。焚き火をね、囲んで夕日を見ながら、この歌をいつも歌ってます。いただきます。夕暮れの歌も。Thank you.
最後の幸せの後に最後になります。恋のかけられたかなんか夏のかけらか あれが聞きたい。
宝塚にかけてインドに行った時に失恋を機に作ったら失恋したっていうかというかインドから帰ってきたらその人はいなかったあ暗記してないですか？どうもしてるんだよ。どうもしてるんだよ。夏のかけらを。Thank you.